ゲオルギ・ランゲルフ・アスパルホフは、ブルガリア、ソフィア出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションは FW。長身で、スキルフルな選手であった。アスパルホフは、レフスキ・ソフィアの下部組織で育ち、1959年、17歳の時にトップチームへ昇格した。2年間で、リーグ戦。 出場23試合に止まり、1961年に PFC ボテフ・プロブディフへと移籍。1963年にレフスキ・ソフィアに戻り、3度のリーグ優勝などのタイトル獲得に貢献。1964から65シーズンには27得点を挙げ、ブルガリアリーグの得点王となった。1965年、ブルガリア年間最優秀選手賞と、 ブルガリアスポーツパーソンオブザイヤーに選ばれた。アスパルホフは通算246試合に出場し150得点を記録、国内最高の選手という評価を受け、イタリアのエシーミランをはじめとした西欧のクラブから勧誘を受けていたが、20代後半になるまで国外移籍を認めないという規定があったため、ブルガリア国内のプレーに止まった。 ブルガリア代表としては1962年5月6日に行われたオーストリア代表戦でデビューし、同年6月3日に行われたハンガリー代表戦で代表初得点を挙げた。FIFA ワールドカップに3大会連続で出場し、1966年にイングランドで開催された 1966FIFA ワールドカップのグループリーグ、ハンガリー代表戦においてチームで 唯一の得点を決めた。1970年6月11日に行われた 1970FIFA ワールドカップのグループリーグ、モロッコ代表戦が最後の試合出場となった。代表での通算成績は国際 A マッチ50試合出場19得点。1971年6月30日、チームメイトのニコラ・コトコフと共に自動車に乗車中に交通事故に相死亡した。 彼の死後、レフスキ・ソフィアのホームスタジアムは、ゲオルギア・スパルホフ・スタジアムと解消された。ありがとうございます。